はい、どうも皆さん、こんにちは、なべです。今回なんですけども、ディープ106で行われた、青井陣 VS 木下翔介選手の試合について、感想を言っていきたいと思います。試合結果はですね、青井陣選手の2ラウンド KO 勝ちでした。試合展開で言うと、1ラウンド目、結構木下選手、いいステップワークで、で、青井陣選手は、ステップっていうよりかは、じりじり距離を詰めて、圧かけてっていう感じで、結構ね、青井陣選手、蹴りが良かったですね、ローキックだったりとか、木下選手も結構スピード良くて、いいかなと思ったんですけど、青井選手の蹴りに足削られちゃったりとかで、青井選手がね組みついて、で木下選手のね膝に太ももの裏かなに膝タックルした状態から膝当てて、どんどん足じりじり削ってって踏みつけとかもしてね。で1ラウンド後半最後のところで青井陣選手がねハイキック当ててフラッシュダウン取ったんですけど、そこでちょうど終わってしまって、惜しかったなってところで、2ラウンド始まって木下選手のねステップは完全にもうなくなってて、で青井選手がね距離詰めて、でオーバーハンドがすごい上手ですね、青井陣選手。やっぱ最初体から前にいて後から腕が来るっていう感じなんですよ、特徴的に。なんか僕が思ってるオーバーハンドっていうのは、もう思いっきりぶん回して、体が止まってて思いっきりぶん回して腕だけ遠くに伸びるっていう感じをイメージしてるんですけど、青井選手ってまず体が行くんですね。でそこからなんか相手のカウンターをギリギリで避けて、後から自分の拳が飛んでくるっていう感じで、肩の関節すごい柔らかいからできることなのかなって思いました。木下選手がね、なんかショートフックかストレートでカウンター打ったんですけど、青井陣選手のオーバーハンドに合わせて、青井選手それ左に顔1個分避けてオーバーハンドを当てたんです。当たってはクリーンヒットはしてないんですけど、打ってて、あ、マジかと思って、そういうオーバーハンドの打ち方もあるんだと思って、まず体をいて勢いつけて、で相手のカウンターを避けつつ、オーバーハンド後から体がもう勢いついて、前に勢いついてるんで、で腕も肩も柔らかいんで後ろに残せるんで、そっかバーンって思い切り強いパンチが飛んでくるっていうところで、すごい特徴いいオーバーハンドだなと思いました。で、1ラウンドのね、中盤あたりに青井選手がね、右を当てて、これはオーバーハンドっていうよりかはもう右のフック気味のストレート、若干オーバーハンド、なんとも言えない打撃なんですけど、それを当てて、ダウン取って、最後、KO 勝ちっていう感じで、パウンドしようとしたところで、レフェリーが割って入って終わりって感じでしたね。結構ね、青井選手強いなとは思いましたね。今後の活躍に注目したいと思います。シラッカー選手にね負けたりもしてたんですけど、まだ若いんで、もうちょっと、体すごい強いんで、もうちょっと技術寝技とか、見れてなかったんで、組の展開とか寝技の展開強化していけば、もっとライジンの上位選手と戦えるようになると思うんで、今後また注目していきたいと思います。ということで、お疲れ様です。